はいどうも、 SH スタジオです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は5月に発売された新作ガチャガチャを含むこちらの8個を皆さんと一緒に開封していきたいと思います。1個目はこちら、 UFO みたいだよねこれ。カチャッパカッ。さあこちらはですね、なんか長い名前でしたね。デイリー南日本酪農郷土ミニチュアチャームコレクション、ラインナップはこちらでございます。あ、これもしかして、あー残念、文字だけパターンでした。ちょっと写真じゃないと分かりづらいんですけども、カフェオレとかはね飲んだことあるような気がします。そして今回当たったのはこちらでございます。あ、出たじゃん、カフェオレ。カフェオレオープン。うわー出た、これ。知ってる、なんかかっこいいロゴマークもついてる。霧島って書いてあるね。こちらの本体は特にキャップが開くということはねないんですけども、全体的なクオリティは素晴らしくいいですね。ちょっとちっちゃめなんでね、だいたいそうだね、こう 1SH さんぐらいですかね。ぷはー、聞く、何に聞いたの。2個目、コンバースのガチャガチャ。ガチャ、あ、ガチャ言わない、パカ。あ、いいねいいね、スムーズ。これ楽しみにしてたんですよ、 SH さん。コンバースでーん、うわ出ました。めちゃめちゃリアルなやつが早速出ましたね。ワンスターとオールスターが入ってます。コンバースの定番がしっかり入ってますね。ちなみに SH さんはワンスターのブラックホワイト持ってました。あとは定番のオールスターですね。なので今回はこの2つちょっと狙っていきたいと思います。そして当たったのはこちらでございます。ちゃんとシューズケースまで入ってんの、いやめちゃくちゃ楽しみだねこれ。そしてコンバースオープン、パカ。あまだ見えない、まだ見えない。紙をペロッとペロ、あソールが見えた。そう、あ来た、来ましたね。オールスターが当たりました、やった。しかも黒、あ嘘ブルーって書いてある、インクブルーだって。どれ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 、ハイカットですね。めちゃくちゃ良くないこれ。うわ、すっげークオリティだこれ。このシワの部分までちゃんと再現されてる。紐もすごいね。でも紐はマジの紐じゃないんですけども、ベロのところもちょっと動くよ。すごくないこれ。うわ、めっちゃかっこいいじゃん。ここ最近のガチャガチャの中でクオリティナンバーワンじゃないですかこれ。ちょっと画面だとね、黒っぽく見えると思うんです。まあ、光に当てるとややブルーなのかなっていう感じはしますけども、まあ、かなり濃いブルーっていう感じですね。ちゃんと箱もついてるからもう申し分ないですね。このままディスプレイしても良さそう。お客様、申し訳ございませんが、こちらがマックス小さいサイズでございます。ミニチュアより小さいとは。3個目、カチャッパカ。さあこれもすごいね、気になったんです。クリームソーダの小物入れらしい。もう今回はクリームソーダオンリーでございます。この間出した動画のコメント欄にですね、皆さんだったら何色のクリームソーダがいいですかっていうね質問に対しまして、ある方はね、推しの色が青だから青が欲しいってね答えてくれた方がいらっしゃったんですけど、ああなるほどなと思って。 SH さんはもうてっきりね、もうメロンソーダはもう緑って決めつけてましたけども、皆さんそれぞれね推しの色がありますから、その色ね狙って回すのもいいんじゃないかなと思いました。まあ、SH さんもどちらかというとね、推しの色は青なんでね、そう考えると青を狙いたいところです。さあ当たったのはこちらでございます。で、あ、全然ピンク。待って待って、すげえでかいんだけどこれ。オープン。お、綺麗だ、綺麗。モダンって書いてある。土台は別なんだよね。あ、これ土台じゃねえ、頭だ。土台どこ行った、土台が消えました。あ、土台こっちにあった、こっちにあった。全部分かれてんのね。土台出して、頭のアイス出して、あ、見てこれさくらんぼ、かわいい。ここにつける、カチャッと。あ、これ気をつけた方がいいね、遅いからね、折らないようにしてくださいね。あ、しっかり入った、しっかり。そしてさくらんぼちゃんのアイスをここにカチャッ、ちょっと強引に入れる感じだね。はい、できました、こんな感じです。わあめっちゃかわいいじゃんこれ。ちょっとした小物入りますよ、ここに。ちゃんとパーツごとに分離されてるから、こんな大きくても、このカプセルにちゃんとね、収納できるんですね。いや、これいいぞ、いいぞ。こうやって置いても、めっちゃ絵になる。うわ、これもっと欲しくなっちゃうね。他の色もまだあるんでね、ちょっとまた機会があったら回していきたいと思います。そろそろ回復したかしら。
ペリパカ。うわすごい大人気サメニャンのガチャガチャ。あ、引き連れてきたね。サメニャンマスコットフィギュア2、今回も結構可愛いの入ってんのよ。これサメ、シュモクザメ、ジンベエザメ、あ、めっちゃ可愛い、寝てるね、シャチ、ノコギリザメ、シークレットの全6種類でございます。シャチ可愛いよね。あとノコギリザメも欲しい。ちょっとこの2つ狙って当てていきたいと思いますが、さあ当たったのはこちら。ドゥーン、パカ。あ、これは、あ、これあれだね。あ、可愛いじゃんこれ。シュモクザメが当たりました。サメニャンオープン。うわー、すっごいこのクオリティ。いやー、癒されるわこれ。あ、シュモクザメの目がついてんのね、ここ。そして後ろはこんな感じです。肌触りもいい。そしてこのクオリティの高さですよ。さすがサメニャン。肉球が可愛いね、またね。過去にも何個か回してるんですけど、新しいの出るたんびにちょっと気になっちゃいますね。今回も結構人気ガチャになってましたんで、見つけ次第皆さんもね、お早めに回してみてください。サメニャンという名前ですが、死体はサメなんでしょうか、猫なんでしょうか。裏で着ぐるみ。ああ、大丈夫大丈夫。5個目、カチャパカ。さあ来ました、ピュレ組のね、シャカシャカチャーム2。1の時も結構人気でね、すぐなくなってました。今回はパート2。ラインナップはレモン、グレープ、マスカット、白桃と、あとソーダが入ってますね。まあ、この中だったら定番のグレープが欲しいですね。今回カプセルがね、紫だったんで、グレープの可能性が高いです。当たったらこちら。でーん、ほら来た、やったー。お、落ちた。ズンズンズーン、ズン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 、出ました。グレープー。うわ、ほら見て見て見て。ちゃんとピュレグミ入ってんの。さあいらっしゃいませ、来ました。あ、なんかふかふかしてる。ここのなんか素材というかデザインはね、ちょっと安っぽい感じがしますけども、見てください、ここピュレグミのクオリティは半端じゃなくいいですね。これすでに唾液が出てまいりました。酸っぱいけど美味しいよね。そしてシャカシャカチャームなんで、ちゃんとね、シャカシャカシャカってますね。確か前回もグレープ当たったんじゃなかったっけな。グレープ率が高いです SH さんは。これもすでにもうね、売り切れてるところもあったんで、早めに見つけたらね、これも回してみてください。一応香りチェックしましょうか。あー、これあれですね、ダイナミックなビニールの香り。グレープの匂いはしません。すっべー、リアルすぎて桃汁でしょ。6個目、カチャパカッ。あ、スッといった、スッと。これもね、気になってました。ミニチュアスナイパーだって。スナイパーは潜んでいる。これ結構昔から出てるシリーズだと思うんですけど、新作で出てましたね。ガムスナイパー、コーヒーフレッシュスナイパー、落花生スナイパー、プチトマトスナイパー、キャンディースナイパー。これ全部欲しい。すっげー気になりますね、これ。選ぶんだったらガムか、落花生。うん。キャンディーも可愛いよね。この辺ちょっと狙っていきたいと思います。そして当たったのはこちらでございます。でーん、何が当たった。あー、トメイトじゃないですか、トメイト。あ、ちょっともうすでにね、銃が見えてますね。可愛いね、でもね。あ、待って、超リアルトマト。ちょっと待って、構えてる、いる、いらっしゃるよ。わかります、狙われてます。いやいや、ちょっと待って、トマトのさ、クオリティよこれ。半端じゃなくすごいんだけど、質感もやばい。なんかケンエレファントのね、500円ぐらいのガチャガチャの素材の感じがしますね。やば、ちょっと待って。しかもこれ皆さん驚きのね、これ200円なんですよ、このガチャガチャ。200円のクオリティじゃないよね。なんでなんで、前から出てるから。いや、それ関係ないか。売り切れてなかったらもう一回回したいガチャガチャ、こちらもおすすめです。ベン。え、トマトにやられてんの、しかもミニだし。気をつけてください、やつはどこから撃ってくるかわかりません。7個目、カチャッパカッ。さあこちら7個目はですね、あ、なんか転がってったよ。並ぶんです、ちっちゃなお相撲さん。ということでこちらの6種類見てください、可愛くない。それぞれポーズが違うのこれ。やっぱね、これちゃんこ食ってんね、これ。ちゃんこ系いいね。いや、最近 SH さんね、双子山部屋のね、 YouTube をよく見るんですけどもね、そんな中見つけた並ぶんです、これはちょっと楽しみですね。
そして当たったのはこちら。転がってったのは何だろう。あ、待って、これ黄色だね。はい、あ、かわいい。お相撲さんオープン。出ました、これ。ちっちゃなお相撲さん D だって。かわいくない？曲げもしっかり言われてる。いやー、これいい、躍動感があるね。どうすかい、どうすかい、どうすかい、どうすかい。あれ、ちょっとこのポージングサメニャンとちょっと被ってない？これほら、ヘイみたいな。並ぶんです、初めて回したかも。まあでもね、ちょっとこれクオリティ的にはね、まあ可愛いんですよ、可愛いんですけど、この大きさだったら200円ぐらいでもいいのかなと思っちゃうんですけどね、バンダイさん。まあそうはいかないというのはね、わかるんですけども、ちゃんこのお相撲さんみたく丼とかね、何かプラスアルファでこうついてくれるとなおいいのかなと思いました。でもめちゃめちゃ可愛い、これもおすすめです。もうダメ、ギブ。あなたがお相撲さんなら勝てるって言わなければよかったんですよ。そして最後8個目、さあこちらはね、フルーチェのガチャガチャです。フリフリマスコットだって。初めて回しました、フルーチェ。いちご、ミックスピーチ、メロン、濃厚ブルーベリー、ブドウ、スイーツキャラメル、バナナ味の全5種類でございます。うまそう。ちなみに SH さんが小さい頃はこれ買うとそのまんまね、これが出てくると思ってましたね。まあ、当時買った時びっくりしましたね。あ、何作るのみたいな、作る系なのみたいな。そして今回当たったのはこちらでございます。あ、これ見て、知らないよこれ。濃厚ブルーベリーぶどうだって。なんかいちごとかのイメージは強いですけどね。オープン。うわー、なんかテカテカしてんねこれ。あ、見て、ボールチェーンがねちゃんと紫。こういうところ好きですね。シャカシャカチャームならぬフリフリマスコット。あ、いいですね、ちゃんとね、フリフリしてますよ。フリフリしてますよじゃねえな、シャカシャカしてる。メーカー違うから、シャカシャカチャームって言っちゃダメだからね。あくまでこれはフリフリチャームです。うん、フリフリチャーム、フリフリマスコット。正面はこんな感じ、そして裏は、あ、結構シンプル。あ、なんかちょっといろいろ映っちゃいそうだね。なんかシルエットだけ映ってるよこれ。まあ、正直ちょっとこれもね、まあ、正直これはね、あの印刷頼りのところがあるかなっていう感じですね。まあ、ただね、ちょっとフルーチェのブランドがね素敵なんで、食品系ガチャ好きの方はぜひ回してみてください。ここはピーチ当ててほしかったな。オファー来てましたもんね。はい、ということで今回は5月の新作を含む8個のガチャガチャを回してきました。皆さん気になったガチャガチャはありましたでしょうか？ SH さん的にはですね、このコンバースのガチャガチャめちゃくちゃ良かったですね。すごいリアル、本物かと思いましたね。そしてこの純喫茶の小物入れ、これもめちゃめちゃ良かったですね。大きさ的に結構ね大きめなんで、ハマるんじゃないかなと思います。まだ5月始まったばっかりなんでね、これからもまた新しいのが出てくると思いますので、見つけ次第開封していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。